ブンブン、ハローマイホーム。不動産業界のヒカキンこと大津社長です。このチャンネルでは不動産やビジネスについて発信していきますので、ぜひ登録お願いします。ラジオ感覚で気軽に聞いていただければと思います。では本題に入ります。私は先日令和の虎に出演しました。で、無事200万円の融資を受けることに成功しました。で、その後私の動画を見た方からかなりの反響が来てます。ではまずそもそも令和の虎ってもしかしたら知らない方いるかもしれないので軽く紹介しますと、5人の虎と言われる経営者の方がいます。その方に事業内容をプレゼンしてお金を融資また出資していただくという番組です。私は結構成功しました。コメント見るとまあすごい優秀な志願者ですねっていう風に形で言っていただいてて、まあいろいろいいコメントをいただいてたことがすごく多かったと思います。前回令和の虎に出た時のコメントを簡単に私紹介してますので見ていただければなという風に思います。他にも令和の虎有名チャンネルですので、私チャンネル伸ばしたいから完全便乗企画で令和の虎に関連する動画で出しまくってます。全部リンク貼っとくんで全部見てください。チャンネル登録して全部見る、これが優秀な視聴者です。ぜひ優秀な視聴者目指して頑張ってください。ではお願いします。では本題入ります。私令和の虎に出てどういう反響があったのか。当然人気チャンネルですので、まあ、いろんな反響がありました。で、どういう反響があったのか、大きく3つ効果がありましたので紹介したいと思います。まず1個目の効果、周りの評価がめちゃくちゃ上がった。周りの人から、あ、こんなすごい方だと思いませんでした、見直しました、抱いてくださいみたいなね。抱いてくださいないですね、まだね。もうすぐ来ると思うんですけど、女の子から抱いてくださいってメールは来てないんですが、でもすごく良かったよと、すごく優秀な方なんですねっていう形で、まあ、周りの方から、まあ、株が上がったんじゃないかなというふうに思ってます。あとはでも今までね、疎遠になってた、前不動産買ったことあるけど最近購入してなかった不動産業者さんから LINE で、あ、レモンドラ見ましたよっていう形でお話いただいたりとか、まあそういう意味ではちょっと顔を売れたし、周りの評価がすごく良くなって、まあ今後のビジネスとかにも繋がりやすくなったんじゃないかなというふうに思ってます。で、二つ目はね、かなり重要なんですよ。私 YouTube を令和の虎に合わせて始めてます。で、去年の12月まで普通のサラリーマンでした。サラリーマンだった人がいきなり YouTube やりますって言って、みんなね見ないんですよ。いきなりね、YouTube やりましたって言って友達にお願いしたところで、友達すら多分登録しないんですよ。きっかけもないし、僕が面白かろうが面白くなかろうが見ないんですよ、そもそもの問題として。まず知っていただくきっかけっていうのはすごく重要かなというふうに思ってます。で、僕はじめ令和の虎に出演する前に動画を3本だけ上げたんですけども、その前に Facebook とか LINE とか Twitter とかでいろんな人に声かけて発信しまくって、150人ぐらいまで自力で集めました。まあ、結構頑張って150人だったんですけど、令和の虎の動画が上がってからもう凄まじく反響がございまして、150人だった登録者数が、今日令和の虎の最終話3話目が公開された次の日なんですけども、今なんと500人います。一気に350人増えてますので、まあ令和の虎効果凄まじいです。皆さん登録ありがとうございました。つまり僕のチャンネル登録者 70% が令和の虎ってことになるのかなというふうに思ってます。はい。で、3つ目の効果紹介したいと思います。なんと令和の虎を見た視聴者の方から、2000万円持ってるので私に融資したいという方が現れました。コメントで結構いただいてたんですけど、まあこういうのって思ってても本気じゃないじゃないですか。社交辞令というかね、興味あるよぐらいなんですけど、わざわざメールしてくださって、しかもなんかね、ズームで面談することになりまして、あ、こういったこともあるんだっていうのを思ってまして、令和の虎でね、200万円を獲得できたんですけど、倍の2000万円っていう話ですので、まあどういう話になるかわかんないんですけども、お話ししてみる価値はあるのかなと思うので、ぜひやりたいかなというふうに思ってます。面白い話とかあればね、メール待ってます。お金欲しいです。はい。では、そういうことで締めたいと思います。で、最後に、私は、なんかそういった美味しい話、不動産とか、投資したりとか、そういう美味しい話があったら、僕にください。また、令和の虎を見て、一つだけ残念なのは、抱かれたいって女の子がもしいるかもしれないんじゃないかな。僕、知り合いから、抱かれたいって、この動画を見たらいると思うよ、というアドバイスをいただいて、僕は正直抱きたいので、そういった応募もぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。で、このチャンネルは、6畳一間のシェアハウスから株式上場を目指す、大津社長のチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録お願いします。また、私とコラボしてくださる方、企業案件くださる方、お待ちしてますので、よろしくお願いします。